日本関東地方神奈川県横浜市金沢区、柳町柳町は神奈川県横浜市金沢区の町名。住居表示は未実施で町名は設けられていない。金沢区南部に位置し、東側は平方湾に面する。北東は六浦川を挟みせと、北から西にかけて六浦一丁目。南は自重川を挟んで六歩島一丁目に接する。 町域の大部分は、京浜急行電鉄による、総面積18万1722平方メートル、宅地区画数435区画の分譲住宅地、金沢八景平方ニュータウンで、敷地面積4929平方メートルの金沢八景公園と、同園内に結婚式場と、青少年図書館を備えた、金沢八景記念会館が設けられた。 記念会館は1986年に老人施設、清蘭荘に改められたが、後に金沢区泥亀に移転している。住宅地中央のロータリーには、京浜急行電鉄及び京急工業により、清水隆市の母子像が建てられた。最寄り駅は京急本線、逗子線と金沢シーサイドラインの金沢八景駅で、平方湾上に金沢シーサイドラインの高架橋が、 霞すめる。道駅からの京浜急行バス、関東学院循環には柳町のバス停留所が設けられている。現在の柳町に相当する一帯は1960年代までは、平方湾の水域の一部であった。平方湾には、宮川、六浦川、自住川、高取川の4河川が流入し、千ンの流入で水深が浅くなるとと,ともに、1961年に、 横須賀市の夏島町に自動車工場が進出した頃から水質汚染が目立つようになった。春節土砂を利用して平方湾の一部を埋め立てる計画が立ち上がり、1962年10月3日に横浜市会において可決された。隣接する六浦町にある関東学院大学は名称が損なわれ、青少年のレクリエーションの場が失われるとして、これに反対。 むつう町民有志も豪雨の際の調整地としての機能が低下するとして反対の陳情が行われた。当該水域に漁業権を有する金沢漁業共同組合とは1963年3月26日に漁業保証交渉が成立。土地の購入者となる京浜急行電鉄とは同年4月10日に土地売買の仮契約が締結された。8月30日に 神奈川県知事より、こういう水面埋め立て免許を取得、11月3日に着工した。埋め立てには、春節土砂のほか、金沢区内の長浜及び、鎌リア町の山土が使われた。春光認可を得たのは1966年3月で、3月31日に、柳町が金沢区に編入、新設された。町名は、 川沿いに植えた柳の木にちなんで名付けられた。横浜市内には1872年より中区にも柳町の地名があったが、1928年に吉田町に編入されている。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。